希望の力、大人プリキュア23第1話に対するネットの反応を紹介します。令和にプリキュア555の新作見れるとは思わなかった。普通に教師としてはかなりうまくやってるな。学級崩壊してなくてよかった。私立でそれはないすぎる。ヤンキーたちを制圧する望みが見たかった。1話で変身しないんだ。1話で変身しないとか子供が離れちゃうよ。大人プリキュアなんで。プリキュアに変身しないんじゃバンダイ様の提供受けられないはずだよ。NHK です。年食ってからのプリキュア衣装きつくない？大丈夫？大好物だよ。時間を戻すとかかな。時は戻せない。時は未来へ進むと、誰が決めたんだ。命を消して歴史を巻き戻すんです。プリキュアとして共に戦った仲間たちですら卒業したら疎遠になるんだな。部活みたいな活動と考えればな、スケールはかなり違うけど学校生活の一部と思えばそりゃ卒業が一つのピリオドになるだろう。グループの中心にいた人間がいなくなると集まらなくなっちゃったりするしな。のぞみとりんとか小町とか蓮以外卒業してから疎遠なのが一番きついかもしれん。今はともかく後の頃にはスマホや LINE とかギリないからつながり薄くなりやすい世代なんだよな。まあ凛ちゃんとは頻繁に飲みに行くほどの絆を保ってたからよし。変身アイテム消えた話とか見るに大人になってから久しぶりに会ってるようにも見える。変身魔法少女は大人になってから変身したら若返る論をしているんだが、このアニメは変身するのかな。新たな敵に対抗するプリキュアは誕生しなかった世界なのか、世代交代に失敗してロートルプリキュアが頑張るのか。これは普通に変身する感じか。ここまでお膳立てして本当に変身しなかったらどうしようか。結局変身するのかい？変身しないのかい？どっちなんだい？思ってたよりうわーってなる内容じゃなくてよかった。問題がシビアだけどノリは割と普通だった。この分だとテレ朝深夜枠のマホプリはだいぶ経路の違うアフターになりそうだな。夕方でこれだと深夜にやるっていうマホプリにはどうなるんだ。寝ず濡れ場がある。小学校で温暖化の話するの？今流行るだろうな。気候変動はブームだから。なるほど、大人の現実を分からされる作品か。これは売れない。まあ NHK だからこそできる内容だわな。しかし思ってたよりがっつり SDGs 取り扱ってんだな。同じ SDGs アニメのゴジラは S の字も出てこなかったのに。環境問題とか入れてくるのがすごい NHK アニメだなって。同窓会展開の懐かしさと SDGs の意識高さが反復横飛びしている。想像以上に SDGs 味が濃くて困惑してるんだよね。SDGs はどうせうまく処理できないからやめとけって。Eテレだから教育ノルマは出しとかないと。SDGs が絡むのはもともとそれありきの企画だから仕方ない。NHK SDGs テーマでアニメを作りたい。東映プリキュアではどうですか？って流れだった気がする。これやっぱり東京ミュウミュウじゃない？環境問題ってミュウミュウの話だよね。テーマは SDGs なんだな。やはり東京ミュウミュウ。東京ミュウミュウみたいな環境問題、セーラームーンみたいな敵と時計台、クランプみたいなセリフ、合体。NHK アニメなのに飲酒シーン多いな。大人だからわかりやすくね。やっぱ不倫とか離婚ネタもぶっこんでくるのかな、大人になったプリキュア。主役側じゃないけど離婚は入れてたじゃろがい。不倫というか女性問題も555の時点で敵側でドロドロンしてた気がする。第1話で離婚なんて話題が出るとは思わなかったよ。父さん、離婚、一家離散とかなかなか攻めてるよな。プリキュアでなかったとしても世知辛すぎて加減しろバカとなる。大人向けってそういうのじゃないでしょ。大人になるっていいことばかりじゃないからね。労働納税健康診断親の介護と葬式の段取り。何者なんだ。人間世界満喫してやがる。悪大官様、私たち YouTuber で食っていこうと思うんです。 YouTuber やってるキャラってシリーズに結構いた気がする。ミチルカオルが子供受けする YouTuber に転身してたのが一番の衝撃だったよ。小さい子好きは大人になっても変わらずなのか。見逃したけどやっぱ大人は辛い余計だったか。予想通りの展開だな。変にオタク受け狙っておばさんだって変身して戦えるとかじゃなくてよかった。まだわからんぞ。今回の敵を変身なしで倒せるかどうか。変身するのかしないのか、するにしても別の誰かなのか全く見えないのはちょっと楽しい。変身もあってもいいけど、大人になったことで大人なりの解決方法を見出すのもありだと思うの。全員独身なのかな。あの中では望みが一番モテそうとか思ってしまった。プリキュアが飲酒してる。女児アニメキャラの成長後の飲酒シーンはなんか来るものがある。飲酒するプリキュアは初めてか。そうでもないか、わからん。見ようスタープインクルプリキュア。プリキュアが酒飲むぞ言ってんのがじわる。
エッチなことは描写できないとなると大人描写は酒になりがち。タバコは今の時代ダメだろうし。じゃあパチンコ。まあ実際仕事で飲む酒は嫌だけど気の合う同士で飲む酒はうまいし。毎回酒飲む？令和に夕方アニメで毎回酒飲むアルチューアニメなんてサザエさんくらいやぞ。これ深夜の方が良くない？当時現役世代は娘と一緒に見るためのにはこの時間じゃないと。この時間は NHK アニメの時間だからよ。ラブライブもやってたし最近の NHK は手広いよな。プリキュア5が大人になってるのに俺は年取った以外何も変わってない。大人なんだから酒とセックスとドラッグは問題ないというスタンスか。いやドラッグはダメだろ。すでにプリキュア絡めようがないくらいのどうしようもなさだけど大丈夫かこれ。冒頭のナレーション見るに大人プリキュアはいくつもある可能性の一つって認識でいいのかな。今後のオールスターズ考えるとそんぐらい曖昧にしといた方がいいのかもな。逆に言えば誰かが死んでも可能性の一つってことで問題なし。エンディングが昔のオマージュになってるのが嬉しい。すごいなこれ。暗い暗いとは言ってもまだプリキュア本人たちが失敗したとか生きづらい大人になってるって話じゃないからまだいい。それは最悪のパターンだからな。大人が舞台だから嫌な予感はしたが、やはり大人はつれいつれいかよ。もっと楽しいのが見たいよ。まあ5に限れば当時から大人はつれいよだった気もするぜ。それのつれい大人が敵だったって意味で。昔は正論で敵を黙らせてたのぞみさんが大人になって現実に黙らされる側になるとはな。昔から敵の方が正論言ってない？はプリキュアあるあるだぞ。どっちかというとプリキュアってそういう正論を女の子の理屈でうるせえって吹っ飛ばすイメージだわ。そして大人になってそれができなくなったって話だな。じゃあお前が金出すのかよ、という正義の説教への禁句を2回も見せられるとは。プリキュアで金の問題はルールで禁止っすよね。カレンさんはじめ金持ちキャラがいるからそうでもない。一人一話かにわずつくらい大人の問題を扱っていくんかな。には完結じゃなさそうだしトラブルや悩みは同時進行じゃないかな。のぞみの教え子の問題は終盤まで引っ張ると思う。ここでどうプリキュア成分をかませてくるのか？ってのがまだ見えないな。怪獣倒せばマイナス環境も抜けてデウスエクスマキナ解決とはいかないだろうし。つまらんわけではないんだけど1話の引きとかそういうのは特にないんだ。NHK アニメは基本こんなだぞ。NHK なんで。3話キリがどうとか言ってるしにアニメじゃねえんだぞ。いや一般アニメでも普通は1話で変身だぞ。明確に変身しますって言ってるやつじゃないから変身するかしないかなのも見どころなんだろ。変身して当たり前の作風と比較するのはちょっと違う。プリキュアに変身するやつって言い方でちょっと悲しくなったけどもう大人だもんね。変身アイテムはある時から急になくなったと卒業以来やってなかったわ。プリキュアの作中で聞きたくなかった設定だ。まあアイテムは仕方ないだろう。変身アイテムなくなってたわ。なんか伏線っぽくないか。都合よくなくなってるし、ずっと手元にあって妖精の力にアクセスできる状態だったら何かの拍子に自分や第三者に悪用されたらヤバいだろうしな。最終回あたりでドラマチックに変身アイテムが消えるプリキュアの方が少数派なのかな。それやっちゃうと他シリーズに参戦するときに変身アイテムが戻るくだりが必要になって面倒だからね。変身できる余地を残しながら終わるってのがプリキュアシリーズの特徴ではある。まあ大体オールスターのためだけど。大人プリキュア第1話に対するネットの反応いかがでしたでしょうか。1話で変身しない、そもそも変身する？で終わったのが新鮮。大人は辛いよ展開や飲酒するプリキュアを見るのは複雑な心境。どういう話の進み方になるのかは気になるところ。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。